はい、どうも、のぎです。今日はですね、スプラトゥーン3について、お話できたらいいなと思います。よろしくお願いします。2022年発売のスプラトゥーン3なんですけども、新しいイカちゃんには、やっぱ新しい髪型があるんですよ。スプラ2とスプラ1にはない髪型がありまして、一応この、任天堂ダイレクト映像でですね、髪型の一部が紹介されてたんですけど、まあ、実際にはイカちゃんがその髪型になってる、映像なかったんですよ。そう、新しい髪型気になったんですけど、いつも、自分の絵を描いてくれている絵師さんに、頼んだところ、協力を得て、スプラトゥーン3の髪型をね、絵で描いてもらいました。今からそれを一緒に見ていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい。映像として動いてるわけじゃないんですけども、雰囲気は結構つかめたんじゃないかなと思います。それでね、スプラトゥーン3ってね、鮭の髪型も変えれるんですよ。なので鮭の髪型も実は変えてもらってて、こちらも見てください。こじゃけパンクな髪型多いよね。モヒカンとかなんか、リーゼントみたいな髪型あったので、ちょっと面白いなと思いました。まあ、こじゃけの髪型もね、参考にできたらいいなと思います。最後に髪の毛がないバージョンのこじゃけを載せときます。はい。はい、以上です。今日はこの辺にしておきたいと思います。ありがとうございました。